こんばんは。今日2013年の高校2年生の第1回全頭模試をやってみようと思います。これはまあ高2の生徒に聞かれた問題なんですけども、いきますよ。読めるかな、大丈夫かな、位置的に映ってるかな。はい、じゃあ、小文字の A は正の定数とすると、 AB イコール CD イコール1、 BC イコール DA イコール A、 小文字の A ですね、の長方形 ABCD がありますと。辺 AB 上に点 P、 辺 BC 上に点 Q、 辺 CD 上に点 R があり、 AP イコール BQ イコール CR イコール X を満たしていると。ただし辺は両端を含むものとすると。辺は両端を含む、あ、そうか、はい、両端を含むってことはそうだな、だから小文字の X は0でも1でもいいってことか。で、三角形 PQR の面積を SX とすると。1番、つまりこれが SX ですね。で、1番、台形 PBCR の面積を求めなさい。また SX を求めようと。2番、A が1の時に SX の最大値と最小値を求めようと。2番、あ、3番、A が1より大きい時に SX の最小値を求めようと。4番、A が0から1の時に SX の最小値を求めようと。ということは、これ書き換えると、図をですね、書き換えると、こうなるじゃないですか。これが1だったら、x1-x ですね。で、これが x だったら、これ a だから、ここ a-x とですね。で、ここは1だから、これが x なので 1-x と。で、これ a ですね。じゃあ、今から いきますよ、1番。1番は、こうなればいいです。1番は、この台形まず求めないといけないので、上底が x、下底が 1-x になりますので、高さ x、あ、高さ a か。上底足す過程かける高さは割る2と。はい。じゃあ答え2分の A か。これがですね。この台形がですね。で、今度 SX を求めると、SX は今の2分の A から、ここの三角形、ここの三角形と、ここの三角形を引いてくれればいいですね。だから、底辺が X、高さ 1-X、底辺が A-X、高さ X の三角形2つを、これですね。を引いてくれればいいです。ちょっと見づらいかな。これ2分の、括弧 A-X でかける X ですね。じゃあ、あとはまとめてください。答えは、SX イコール、2分の 2X2 乗を引く、括弧 A たす1、括弧閉じて X たす A と。これが回答です。で、続いて、括弧2番が、今度 A が1の時だから、今の回答に1を入れてください。じゃあ、こうなって、あと平方完成してください。で、X は当然0から1なので、X は0から1。なんかこの範囲で考えればいいので、じゃあ最大値は S0 もしくは S1 ですね。ここの時ですね。で、最小値は S2 分の1か。なんて、で出してください。じゃあ最大値は2分の1。最小値は4分の1と。はい、続いて、3番。じゃあ1番からまあこれが言えて、これを強引に平方完成するとこうですね。で、軸が X イコール4分の A たす1。で、ここで条件が、A が1より大きいので、A が1より大きいと。じゃあ、これを、両辺に1足したと。で、両辺4で割ると。そしたら、こうですよね。じゃあ、あとは、これが軸なので、軸は2分の1より右側に来ると。じゃあ、今、X が0から1の範囲で、この真ん中の2分の1よりちょっと右側と。で、条件がこう出ましたので、あとは場合分けしましょう。つまり、この軸が、この軸の部分が、この斜線の部分に入っている場合と、入ってない場合、両方、つまり入ってるこういう感じの場合とこういう感じの場合、軸がですね、なんか2通り言います考えられますので、じゃあ軸が軸の X がその0から1の間、つまりこれまとめると0より大きくて、あ、 A は0、ちょっといらないですけど、 A は0、 A は正って書いてるから0より大きくて3以下ですね、の時は、S の4分の A たす1を代入してください。そしたら答え、最小値が16分の分子がマイナス A2 乗たす 6A引く1となります。で、今度2番目としては、この、軸がですね、1より大きい場合。で、これ計算してみたら、A が3より大きい場合と。そしたらもう S、これが最小値ですね。S1 が最小値。じゃあ1入れてください。じゃあ回答は2分の1となります。はい。じゃあ続いて、4番目。じゃあ、まあ同じですね。軸はこれと。で、今度 A がこれだから、じゃあいきますよ。各辺に1を足して1足し1足してこうと。で、4で割ってください。じゃあ、この軸が4分の1から2分の1になるから、だから、x はこれ0から1の範囲のこの2分の1と4分の1の間。ということはもう最小値ここですね。最小値が。最小値求めなさいだから。
ということはもう SX の最小値は S の4分の A たす1なんだから回答は16分のマイナス A2 乗たす 6A 引く1となります。はい、じゃあ以上です。